かくしてセレノアは思い至る。信念の天秤を託された真の意味を。かつて父シモンが抱いた希望、そして友ドラガンがつないでくれた縁紙、すべてを受け継ぎ新たな時代を切り開く者としての覚悟を胸に、セレノアは仲間たちに提案を持ちかける。ウォルホート家当主として私は決断した。岩塩は誰にも渡さない。だが独占もしない。全ての塩を等しくノゼリアの民に分け与え、新しい世を作る。新しい世を作る？本気で言っているのか、セレノア。ローゼル族はどうなるのですか？もちろん本気です。それにローゼル族も見捨てない。順を追って私の策を説明します。塩を民のものにするためには女神教の支配を終わらせねばなりません。聖ハイサンド大教国を倒す、それが大前提です。結局ベネディクトの策を取るのか？いえ、私の策は3つの作戦を並行して行います。3つの作戦を同時に？まずウォルホート領の家系によってハイサンド軍を叩き、新鉱山制圧を防ぐ。同時にエスフロストと交渉し、大金砲を手に入れます。グスタドルフ総帥と組むのは確かに危険です。だが総帥と対立するスバローグ殿を説得できれば、我々に有利な形で同盟を結べるでしょう。さらにハイサンドの首都で女神教の偽りを暴き、円弧のローゼル族を放棄させます。教皇の権威は失墜し、首都は大混乱するはず。これらを同時に成した後、エスフロスト軍と連携してハイサンドに決戦を挑み、一気に首都を落とす。そして円弧と岩塩を手に入れ、全ての民に解放するのだ。ロラン様が目指す通り、ノゼリアの民に平等と安寧をもたらしましょう。ベネディクトが望むウォルホートの威信と未来も守ろう。フレデリカの望むローゼル族の解放も果たします。困難極まる道だが、我々の力を合わせれば不可能ではないはずだ。私の選んだ道に異論のある者はいるか？やりましょう、若。このエラドール、血がたぎってまいりました。ドラン様、正直に申し上げます。私はセレノア殿の意見に賛成します。理想は夢見るものでも与えられるものでもない。貫き、自分の手で勝ち取らなければね。ベネディクト様、道はあったのです。ウォルホートを守る別の道が。三人はどうだろうか？恥ずかしながら、ウォルホートの安泰だけを願う私には思いつけない策です。困難ですが、確かに不可能ではないでしょう。セレノア様、やはりあなたはウォルホート家の当主にふさわしいお方です。塩をめぐる三国の戦いの中で、ローゼル族を救うことは小さな問題なのだと分かっていました。でもあなたは私の同胞のためにあえて困難な道を選んでくれたのですね。改めて私はあなたと共に戦えることを誇りに思います。俺はハイサンドに任せれば
自分が治めるよりも良い世になると思い込もうとして王の責務から逃げるため、そしてグスタドルフへの復讐を遂げるために国を売ろうとしたのかもしれん。だがセレノア、お前のおかげで目が覚めた。グリンブルク王として、お前の友として、この困難な道に全力で挑もう。天秤に問うまでもない。我らの進む道は決まった。これより我々は3体に分かれて行動する。各体による作戦を説明しよう。以上だ。三国の戦いが長引けば全ての国が疲弊し、民は飢え苦しむだろう。それでは戦いの大義が失われてしまう。この戦いは一気に決着をつけなければならない。だから三つの作戦を同時に進める必要があるのですね。加えてハイサンドとエスプロスとの予想を上回る行動になる。故に勝機が生まれるのです。そう、三箇所で同時に戦うことになる以上、指揮官も三人必要になる。ウォルフォート城でハイサンド軍を迎え撃つ役目は私が担いましょう。スバローグ殿は以前俺の正体を知り、共闘を約束してくれた。エスフロストに出向き協力を引き出す役は俺に任せてくれ。ハイサンドへは私に行かせてください。必ず女神教の偽りを暴き、エンコの同胞たちを放棄させてみせます。岩塩の情報と引き換えにノゼリア商会のクラルスに協力を依頼します。ハイサンド首都への侵入と爆裂岩の輸送は彼が助けてくれるはずです。離れて戦うことになるが、思いを一つにして全力を尽くしてもらいたい。はい。待て、お前まさかエスフロスト軍のアブローラ。もう私はエスフロスト軍の将軍ではない。ここにはただのノゼリアの民として来た。どうかウォルフォート公に取り次ぎを頼みたい。そこで待て。アブローラ将軍、消息不明と聞いていたが。キコーラにしてやられたおかげでな。だが戦の結果に恨みはない。こたびはセレノア殿にお願いがあって参上した。私をキコーラの陣営に加えていただきたい。私たちと共に戦いたいというのですか。一体なぜ。我々の代でノゼリアの争いを終わらせるために。コーデリア様たち、次の世代には平和な世を渡したいのだ。信じてもらえぬかもしれぬが、私はコーデリア様の覚悟に打たれた。そしてエスフロストではなくあの方の剣となると誓ったのだ。これまで私たちは敵同士でした。エスフロストには多くのものを奪われた。だが私の知るアブローラ将軍は嘘をついて敵陣に入り込むような小細工をする人物ではない。何より争いを終わらせたい気持ちは私も同じです。セレノア殿。しかしあなたと我々には遺恨がある。心よく思わぬ者もいるでしょう。承知している。
憎悪も侮蔑も甘んじて受けよう。すべてはノゼリアに平和をもたらすために。あなたの覚悟は分かった。我々は大きな決断を下しました。あなたの加入は何者にも代え難い力になる。ウォルホート家へようこそ、アブローラ将軍。我が力存分に使ってくれ、セレノア殿。ではセレノア、ウォルホートに集いし者を三つに分けましょう。振り分けは任せるぞ。無論お前がどの作戦に加わるのかも。作戦が動き出せばやり直しはできません。人選は慎重にお願いします。わかった。Thank you.
ハイサンドはノゼリア新鉱山を我が物とするために軍を発した。彼らの矛先は我らウォルフォートにも向けられる。教皇に従うよう迫ってくるはずだ。だが我々は降伏はしない。岩塩を渡すこともしない。ハイサンド軍を迎え撃つ。我らだけでハイサンド軍を倒さねばならない。だが勝利する策はある。この町には万一攻め込まれた時のために特別な仕掛けが用意されている。侵入した敵を町ごと焼き尽くす家系の仕掛けだ。これを利用して戦えばいかなる敵も撃退できる。恐れるな。ハイサンド軍は教皇の言いなりに動いているだけだ。我らの結束と信念に及ぶはずもない。この戦がセレノア様の進む道の第一歩となることを喜ぼうではないか。ノゼリアの未来のために。グスタドルフは総統の門を閉じ、陣を敷いて防御を固めた。我々はそこへ赴き、対話を試みる。エス・フロストと共闘する道を探るためだ。エス・フロストは、ハイサンドの首都を囲む女神の盾を破壊する兵器、大金砲を持っている。ハイサンドを倒し、潮による支配を終わらせるには、どうしても大金砲が必要なのだ。彼らはグリンブルクに侵攻した敵、共闘を認められぬ者もいるだろう。我が家族の奴らに殺された。その無念は忘れない。だがもし今父レグナに問うことができるなら、俺がなそうとしていることを認めてくれると信じる。何よりも民のために、過去ではなく未来のためにあがき抜く。それが王たる者の役目なのだから。どうか皆の力を俺に貸してもらいたい。セレノアの選んだ道を実現させ、共に新しいノゼリアを作ろう。私たちはノゼリア商会の招待に偽装し、聖ハイサンド大教国の首都に潜入します。潜入にはクラルス殿が協力してくれます。クラルス殿、危険な役目を引き受けてくださり感謝します。何、このままハイサンドの支配が続くより新しいノゼリアの方が儲かりそうだと踏んだまで。これは五分の取引、お気遣いは無用ですよ。そう、私たちの目的は新しいノゼリアのために、女神教の象徴である女神像を破壊することです。女神像の中からは、かつてハイサンドがローゼル族から奪った巨大な岩塩、大円柱が出てくるでしょう。それはローゼルの伝承が正しく、女神教の教義が偽りである動かぬ証拠。信徒たちは動揺し、教皇の権威は失墜する。そして自らの潔白を知ったローゼル族もハイサンドと戦うために放棄するでしょう。これは長くノゼリアの人々を支配してきた女神を倒す戦いなのです。クラルス殿、爆裂岩の用意は？すべて荷馬車に積み終わりました。
女神像を崩すには十分な量です。ありがとう。では皆さん出発しましょう。ローゼル族とエスフロストの血を引くあなたがウォルホートの一員としてハイサンドに、なんとも不思議だ。これが運命というものでしょうか。いいえ、運命などという誰かに決められたものではありません。セレノアと一緒に苦しい道を歩き続けたからここにたどり着いたのです。お強いですな。女神を倒そうとするだけのことはある。褒め言葉として受け取っておきます。